尖閣諸島での中国海峡局の動きが気になりますよね。今回は海上保安庁巡視船尖閣部隊に大型巡視船が警備について詳しく見ていきますね。巡視船やさ、武器が収益していますが、ウクライナ侵攻を考えると、やはり戦争や紛争は阻止しなければいけません。一般市民が犠牲になるんです。ロシア市民は、どうしたんだ、クーデターを実行するときでしょう。2022年2月24日、今月、中国の北京で開催されていた冬季オリンピックの閉幕後が、一つの山場と見られていたウクライナ情勢において、ついに、ロシア軍が軍事侵攻に乗り出したことが報じられ、今後の動向に注目が集まっている。この時代にあって、国連の5大常任理事国の一国でもある大国ロシアが、直接的なウクライナへの軍事侵攻を行うか否かについては、識者の間でも、否定的な意見の方が多数を占めていた感もあったが、最悪のシナリオへと進んだ。ロシアは、ウクライナへの複数箇所での同時侵攻を始めた模様で、初動では、軍事目標や重要なインフラなどに対しての精密攻撃を行っていると推察されており、全面的な軍事衝突までには、まだ及んでいないとも見られている。日本は、もちろん西側諸国の一員であるため、各種マスメディアでも、今回のロシアのウクライナ侵攻を批判するトーンの報道が主であるが、中国などは、早々に、アメリカへの牽制もあって、ロシア擁護の姿勢を打ち出している。ロシアは、今回のウクライナへの軍事侵攻の目的を、ウクライナ東部のロシア系住民の保護を名目に掲げて正当化しようとしているが、これが、中国にとって、都合の良い理屈であることの意味を日本は熟慮しておく、必要があるだろう。ウクライナは、1991年の旧ソ連の崩壊によって独立した主権国家となった経緯があるが、ことに、ロシアと国境を接する東部地域においては、ロシア系の住民が多く居住しており、ロシアがこの地域の住民の保護を口実とすることは予期できた。しかし、その実行を実際に軍事力を投入して行うとまでは、多くの国が予想していなかったと思われ、日本でもあくまでウクライナとの国境地帯に軍を配備したロシアの動きについては、脅しの域に止まるとの見方が多かった。このことが示している教訓があるとすれば、この現代にあっても久し、特に独裁的な指導者が治める大国が、その気になれば、軍事侵攻は起こり得るという事実であり、安易な平和の幻想は、いとも容易に崩されてしまうという可能性だろう。台湾は、早期に、ロシアのウクライナ侵攻を非難する声明を出しているが、中国は、これを、ウクライナ問題に、過去付けて、台湾が、自ら、独立の動きに利用しようとしているのだと、牽制しており、逆に、台湾併合への口実にしかねない状況だ。台湾は、ウクライナと異なり、正式な主権国家ですらないため、中国が、ロシアのやり口を模倣し、台湾在住の親中派の住人の保護を打ち出して武力侵攻を行うならば、もっと簡単に中国がそれを成し遂げてしまう展開も考えられる。中国は台湾を併合することを内政問題だと自国内のみならず対外的にも唱えており、その理論の成立を阻む目的もあって台湾自身も独立国家であると明言することを回避しているが、かなり危ういバランスであることは言うまでもない。日本にとって中国による台湾併合は脅威であり、そうは言っても、これまでは中国が実際の軍事侵攻に及ぶ決断をする可能性は低く、軍事力を背景にした政治的な動きで
これを実行に移すことが現実的ではないかと思われてきた。ロシアのウクライナへの軍事侵攻で、この状況が完全に覆されるとまではいかないかもしれないが、国際社会が、なんだ、ウクライナに対する有効な支援策を行えなければ、中国の台湾への直接的な軍事力の行使へのハードルも下がるだろう。そうなると、2022年2月現在でも、頻繁に中国海警局の艦艇による接続水域や領海への侵入を許している尖閣諸島の周辺海域も、一気に中国側からの具体的な占拠を受ける可能性も高くなり、一旦これを許せば、奪還は困難だと映る。尖閣諸島に関しては、中国だけでなく台湾も、領有権を主張していることもあり、台湾が中国に併合される状況が発生すれば、まず間違いなく、中国に占拠されてしまうことが予想されるため、それに対する備えが、急務となっている。近年、尖閣諸島周辺海域に出没する中国海警局の艦艇は、4隻を1単位とする数に物を言わせたやり口で運用されており、すでに日本の海上保安庁は、1000トンを超過する大型の巡視船の数は半数以下にまで追い込まれているのが実情だ。そうした状況下で、昨年2021年11月に新たに、海上保安庁の戦力に加わったのが、大型巡視船である、黎明型の3番艦、朝月であり、尖閣諸島を管轄する、海上保安庁の第11管区海所保安本部、石垣海上保安部に配備された。朝月は、基準排水量約7300トン、全長 150.0 メートル、全幅 17.0 メートル、深さ 9.0 メートルの規模を誇る、大型の巡視船であり、1番艦、黎明の2020年2月、2番艦、暁の2021年2月就役に続くものだ。朝月は、大型巡視船であるゆえに、兵装面でも、海上保安庁の艦艇としては、屈指の装備を誇り、スウェーデンボフォース社製の70口径 40mm の MK4 単装機銃2機とアメリカ、GE 社製の 20mm ガトリング砲2機を搭載している。まあ、海上保安庁の巡視船に、そこまで強力な兵装を望んでも無意味かなのも知れないが、少なくとも、この規模の大型艦であれば、いかに中国海警局の艦艇であっても、安易に接近することは回避すると思われ、警備力増強への貢献が期待される。また、朝月で特筆される点としては、高い航空機運用能力が挙げられ、これまで海上保安庁の第11管区海所保安本部の那覇海上保安部に配備されていた津軽型巡視船3隻のそれを、艦載機となるヘリ自体や最大搭載数可能数で上回る。津軽型巡視船は、基準排水量が3650トン以上、全長 105.4 メートル。全幅 14.60 メートル、深さ 8.0 メートルの艦体を持ち、後部にヘリ用の飛行甲板と格納庫を備えているが、アメリカ製の中型ヘリシコルスキー S76 を1機搭載する。中型ヘリであるシコルスキー S76 は、乗組員2名以外に最大で12名の収容が可能ではあるが、朝月が搭載する大型のユーロコプター EC、225シュペルピューマムキータスは、この倍に相当する24名の収容が可能であり、1回の輸送力が大きい。朝月は、大型艦であることを活かして、このユーロコプター EC225 シュペルピューマムキータスを、2機収納可能な格納庫を備えてはいるが、通常時は、予算上の問題もあってか、1機のみの搭載が、デフォルトとされているようだ。
こうして、新型で、大型の巡視船、朝月を投入して、海上保安庁による、尖閣諸島周辺海域の警備を強化している日本だが、今回のロシアのウクライナへの軍事侵攻の強行を目の当たりにすると、中国が、同様の動きを見せた場合の不安は募る。南シナ海等で、中国が行っているのと同様に、漁船に乗船させた民兵を尖閣諸島に上陸させ、その保護を、名目として、中国海警局や、ひいては、中国海軍の艦艇まで投入して、実効支配を強行する可能性は、これまで以上に高まってきている。今回のロシア軍による、ウクライナへの軍事侵攻は、2014年のクリミア併合の強行から、すでに始まっていたと言わざるを得ず、NATO 加盟国でもないウクライナは、その助力を得ることもできず、ロシアの圧倒的な軍事力の前に、国家存亡の危機に瀕している。日本は、仮に、尖閣諸島を中国に奪われたとしても、それが、即国家の存亡にまでは至らないという、違いはあるが、いざという場合に抑止力足り得る、有効な軍事力を保持していなければ、中国の軍門に下る道をたどることは、もはや明確だろう。